トーマスのキャラクター紹介。今回は消息不明と廃車になった機関車と車両です。消息不明や廃車になったキャラクターは判別が難しいので、ここでは分かっている範囲でご紹介していきます。スタンリー2号機関車。ご存知、ミッド蘇動鉄道の暴れん坊。ポンプにされた後、故障して洪水になり、消息不明になっています。サンパー、ボルダーの出現で採石場が閉鎖になり、そのまま放置されたようです。ゴッドレッド、カルディ鉄道の1号機関車。高い山から転落し、壊れて他の機関車の部品取りにされ、自然消滅したようです。ローリー3兄弟。3兄弟は仕事で失敗して、全員追い返されたままです。ローリー1、海に転落してから、ローリー2、崖から転落したために、ローリー3、小麦粉の積みすぎで故障して、アルバート、ミッド蘇動鉄道の5号機関車。設定のみのキャラクターで、閉鎖後に廃車になっています。以上、消息不明と廃車になった機関車と車両をご紹介しました。この手のキャラクターはあまり存在しないようですね。